はい、皆さんこんばんは。始まりました志尊淳のインスタライブ。本日はですね、ゲストの方がいらっしゃいますので、ゲストの方に来てもらいましょう。一人目のゲストの方はこちらの方です。どうも、ダブルサングラス男です。あ、髪切った髪切ったね。髪切りました。うん、髪切ったね。いいじゃない。それはあれなの？新曲の歌なの？新曲の歌です、これ。うん、髪切った歌、はい、お願いします。うん、ありがとう。じゃあ次のゲスト。はい、続いてのゲストはこの方です。布袋克也です。あ、髪切った髪切りました。皆さん、フェルマーの料理から板垣リクト君が来てくれました。どうも、こんばんは。お邪魔してます。リキちゃんです。お邪魔してます。どうも、リキちゃんです。リキちゃんです。急遽呼んだら来てくださいました呼ばれたので来ましたリキちゃんです。なんでもないよ。っていうか、なんか1話まごろくそんな出てないから、この人誰ですかってなんないなんないよもう、リキちゃんの回がもうね、近くに来てるわけですから。そうですね、マゴロク。いやいや、リキちゃんって急いで書きすぎてリキちゃんになってるからリキちゃん、リキちゃん、リキちゃん、リキちゃんです。力と書いてリキです。そうです、力と書いて。なんか、ちょっとカメラ拭いていい？そうですね、なんかじゃーん、ごめん、めっちゃかぶってた全員黒い。なんか、あのフェルマーの料理、話がさ、その回はさ、結構シビアな役じゃん。はい。けど普段みんな本当こんな空気で撮影してるんですよ。はい。だからさ、まあ、それを伝えたいなと思って触るな仲いいよな、二人。同い年コンビ。そう、あ、違います、結構上。リヒちゃん21でしょ。はい。考えられないんだけど、考えられないんだけど。増えてるって。もうこれ以上増えません。じゃあ続いてのゲストの方。続いての続いてのゲスト。じゃあ続いてのゲストの方呼びたいと思います。続いてのゲストの方はこちらの方です。布袋克也だ。いや、だからそれ分かんないのよみんな。一回やって。布袋克也。布袋克也。4回やった。布袋克也呼ばなくて呼んだらいいじゃんだよ。布袋克也今度。ね、いずれ分かりますけど。そうですね、なんだっけ。え、ミフトだったよ言えないこと出すって言わないでよいや、一番最初に言ったの。布袋克也だよ。ダメだろ、どう考えて。いやいや、だって出てますね、役名は。でも布袋克也だなんて知らなかったし。いやいや、それだって言いましたよ。赤松ランナーだと言うし、うん、黒崎麗子もある。もうあります。もうあるし、じゃあアンジェルタンです。アンジェルタンです。かわいいじゃん。あのね、2話はもうほんと厨房のメンバー全員出てきてですね、一気に集合しますよ、ね、うん、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ多分作品の色が変わるよね。うん、そうですね。もっとなんかキレが出る感じがしますね。うん、確かに。リキちゃんもトゲトゲしてるしね。だいぶね、ちょっとトゲトゲしてて結構嫌なやつ。どんな感じ？感じ。え、こんな感じ、うん、こんな感じ。ああ、トゲトゲだ。俺だよ。今のふみやだよ。今どう考えてもふみやだよ。ずっとありがとう。今の絶対どう考えてもふみやね。なんでみんなくっついてるのって言ってるけど。え、何これ、見して。え、これ繋がってんの。はい、これでいい、つけて。え、指細っ。え、こういう小指、小指じゃぴったりつけた。これ抜けなくなってすごいね。メリケンサックみたいな、本当に。そうっすね。すごい。え、でもさ、これさ、つけてたらさ、曲がんなくない？あ、曲がんないです、完全に。え、どうすんの？曲がんない場合、このまま、そこ、こうやって。あ、まあ、まあ、仲良くない。ちょっと、違う違う。やめないじゃん、だから。確かに。こうやって、え、このまま過ごすってこと？ここだけ曲がって、じゃんけんとかじゃん。じゃあ、一応つけてみて。じゃあ、それを中指につけてみてます。中指につけて、じゃんけん、じゃんけん。え、じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけん、ぽい。
こうだ。横ピースみたいな。グーできなくない？グーもこう。え、本当にこれグーじゃなくね？これグーじゃないっすね。ピョーです。何言ってんの？あ、ちょっと。切んなよ。切んなよ。ピョー。それグーできないの？え、これ何？え？これ何？ピョーです。ピョーです。じゃあ俺らは、うん、リヒトに対しては、うん、チョキ出せば無敵ってことか。そうだね。ビビビビビ、でもチョキ出し続けて、うん、俺らがグーにした時にパーにして負ける。ああ。チョキ。そうそう、チョキ出し続けたこと。いや、グー出せないじゃん。だからチョキかパーしか出せないから、俺らチョキ出し続けるんだけど、そしたらチョキ出し続けるから。だからチョキ出すんだからグーってやろうとした瞬間にパーしたら。いや、俺が言ってることただ復習してるだけなんだ。俺が言ってることただ復習してるだけ。これって流れてるんだよね。忘れちゃう、流れてるかもしれない。なんかいつもこう楽しんでる感じ。いや、いつものなんか全員一緒です。なんか話でも聞いてみます。うん、聞いてみたら。リヒト君も明日早いの？明日早いですよ。みんな一緒？みんな一緒。服オソロ？そうです。あ、ここオソロなの。T シャツあげマジで、うん、全く一緒の T シャツあげたの。俺さんです。じゃあ質問に答えて、そうですね、行きたいと思います。質問タイム。イエーイ。それリクエストです。あ、ごめん。そっちです。そうこっちね。はい、こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。ドラマ最高でした。韓国で見ましたよ。え、なんで韓国で見れるんだ。なんで見れたの。わかんないです。どうしてですか。どうやって見たの。どうやって見たんだろう。はい。 Which language you speak? 何を喋れんの。おお。지금밥세요。おお。おお。괜찮아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 。3人でお泊まり。そうです。仮面ライダーと仮面ライダーの敵とスーパーセント。え、あ、そう、仮面ライダーの敵なんですよ。はい、敵なんですよ。仮面ライダー何の。ジオです。ジオ。いつの。最近。平成最後の仮面ライダー。え、じゃあ若い時に敵やってたの。そうです、そうです。やってました。だって10代ですよ。14歳ぐらい。10、そんなことない。17とか。か、そんな変わんないよ。なんか僕18で。仮面ライダー1、2だっけ。01かな。あ、そうかそうか。1、2ね。うん、次過ぎちゃってるから。ごめん、過ぎちゃった。うん、次行こうか。そう。ふみふみの一番好きなところは。まあ、ふみふみ、うん、え、ここ二人はさ、結構すぐ距離縮められたの。僕はでも2回目なんだよね。で、俺も2回目で。あ、そっかそっか。リヒリヒト、リヒリヒ、リヒリヒト2回目で。 SSJ はうん。なんだよ。僕らしかも結構なんだ。そう、長かった。今年2回なんで。あー、しかも年近いしな。そうそうそう。1回目の時にね、この次のお話をしたんですよ。それこそクランクインの初めて会って、うん、初めまして高橋ですリヒト、ジャグリヒトですの時に、次一緒ですよね、何月、うん、みたいな話して、うん、あーってところから2人でね。そうですね。いや、夢の国。俺とさ、フミヤだってさ、マジで2人で行ったよね。ん、夢の国行ったよ、ね、あ、行った行った。マジで。そうそう、2人で行きます行きます。リヒトがアップしたフミヤなんて俺とさ、次一緒だよねってなったけど、はい、そうですって感じだった。グッチクルーズの時やないかい。めちゃくちゃ人見知りだった。グッチクルーズのホテルのロビーやないかい。え、そう、人見知りでしょ。そう、なんか初めて会った時ホテルのロビーで見える。その時の1回やるよ。じゃあ10個歩いてみる。いや、やるね。俺あれ、あ、お前しちゃったわ。これその時こういうサングラスかけて調子乗ってたんですよ。じゃあ行きますね。じゃあ歩いてきてる風で、はい、あ、お世話です。お、高橋美也です。お、文也くん、はい、次一緒だよね。よろしくね。はい。あ、グッチできてる。あ、そうです。あ、はい、今日来た。あ、昨日来ました。あ、昨日。はい。あ、一緒だ。あ、今日です。すみません。今日だよね。はい。一緒。来ました。じゃあまたね。うん、はい。お願いします。ありがとうございます。マジこんな感じ。マジこんな感じ。めっちゃリアル。マジこれ。マジこんな感じだった。本当にね。全然そんな感じしなかった。3万人が見てるやばいやばい。うん、こんな感じだった。あ、見てコメントこんなに来てんだけど。だ、しんどだ。そうそう、でも本当にさ、でも再現率やばかったね今。超上手だったよね。でも俺も本当人見知りなんで。あ、でもね、俺ね、それはねすごい分かった。なんかフミヤめちゃくちゃ人懐っこいじゃん。で、今現場ではこの距離感だから、なんか人見知り嘘だろうなと思ってたのフミヤ。だけど、まあ、この間
スタジオで違う俳優の先輩がいて、うん、で俺も初めてましてだったんだけど、うん、初めてか3、4人で話してた時に、うん、俺めっちゃ話しかけんだけど、うん、フミヤがなんか急に下向いてない、その先輩の顔をこうやって、そう、なんか急に喋んなくなって、で、その後言ったよね、うん、やっぱフミヤ人見知りだったんだ、言ったじゃないですか、うん、人見知りだったもんね、初日も初日だって、え、だって俺リキちゃんと共演した時ほぼシーンなかったけど喋ってもないもん、喋ってないですね、うん、俺も人見知りだ、うん、え、うん、違かった、はい、韓国の時違かった、韓国の時は違う、僕が覚えてないです、あの時すいません、マシをして飯食ってからちょっと変わったよね、あーそうっすね、はい、2人でね、あの時もでもまだやっぱありましたよ、ね、いや完全になったでしょ、うん、あの時に始まった、そう、俺めっちゃ人見知りなんですよ、これ壊れちゃってんのこれ、忘れません、忘れた、忘れた、ご飯何食べましたか、せーの、ウニクリームパスタまあ美味しかった、俺ら先作ってたんだけどリキちゃんが来るの分かってたから残しとこうっつって、ね、残してちょっと冷めちゃってたけどね、作り直してね、香港から見てるよ、おお、ありがとうございます、今お家、はい、はい、ビッチランゲージユースピーク、何を喋りますか、ザ、デジャブデジャブデジャブベイブレードやんないのってないもん、あ、ね、え、じゃあちょっとさリヒちゃんさなんかこれ今インスタライブやってるじゃん、はい、で今日フェルマ放送終わって一話なんかやっぱもっとなんか緊張感持たなきゃいけないと思ってて俺はいはい、なんかそうインスタライブ やりながら笑うとかって俺結構考えられない、あ、確かに、なんか、うん、やっぱ緊張感をやっぱみんな持たないといけないと思ってるんだけど、フミヤもそう思うでしょ、マジでめちゃくちゃ思います、ね、だからやっぱりリキちゃんもなんか笑ってほしくないんだよ、わかりました、緊張感持って、で何が一番緊張感持てるのかなと思ったらやっぱ早口言葉なのかなって思ってて、うん、早口言葉、うん、だから早口言葉をやりたいと思う、はい、でお題が、うん、大丈夫、ブラジル人のミラクル大丈夫ですか、うん、大丈夫、ブラジル人のミラクル、ブラジル人のミラクル、ミラクルビラ配り、あ、ブラジル人のミラクルビラ配りで練習しないでほしくて、でこれを3回言う1人、はい、で回っていく、はい、で俺まで戻ってきたら、でこれは言うことも大事なんだけど、もう笑わないことが一番、うんうん、言えないよ、やっぱ笑う、笑うことがもうやっぱこの世で許されないことだと思うので、うん、確かに、じゃあ、はい、だからミラクル人の、うん、うん、ごめん、何ですか、ごめんね、緊張感かけてた、ブラジル人のミラクルビラ配りっていうのを言っちゃうとすよね、3人ね、3回ずつ、3回ずつよ、そこは緊張感持ってね、はいはい、緊張感持ってよ、緊張感持って、じゃあリヒトから頼むよ、マジ大丈夫、じゃあ1回で3回、そうそう、3回ワンターンで3回、そうだから感じ、こんな感じ、ミラクル人、あブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、これぐらいのテンポで3回言って次の人に行くみたいな、やっぱ緊張感を1回、だってこれやっぱ見てる人もすげえ緊張感持ってるじゃん今、うん、だってもう12時なんだから、3万人もね、うん、いますからね、この世で許されないから笑うことって、うん、ですね、だからそれを3人で言おう、はい、はい、じゃあリキちゃんからいこう、わかりました、緊張感持っていこう、いきます、ブラジル人のミラクルビラ配り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 、ブラジル人のミラクルブラックバリー、ブラジル人のミラクルブラックバリー、ブラジル人のミラクルビラックバリー、ブラジル人のミラクルビラックバリー、ちょっと危機感がなかったかもね今ちょっと SJ ですか、いえいえ一生懸命やってたからそうね、まあ言えないよりも違うお題にしよう、そうっすね、うん、次ゼリヒちゃんからいく、青アボカド、青アボカド、赤アボカド、黄アボカド、はい、
赤アボカド、青アボカド、黄アボカドを3回ね。3回今のスピードでいきます。え、じゃあ分かるよね。赤青リヒ、うん、じゃあこれ笑ったら何にする？笑ったら、え、ちょっとなんすかね。じゃあ笑ったら前髪2センチ切る。いやそれやりすぎだから。あれ怒られちゃうな。腕立て10回やろ。あ、分かりました。これはもう裏で ねやっぱ緊張感を持とうっていう、オッケーガチのやつや。筋トレもできてみんなと笑い合えるってことですか？じゃ笑っちゃいけないって言ってんの。そうでした。緊張感持たないと、うん、見てる方もやっぱ緊張感持ってほしくて、ね、うん、じゃあリキちゃんから。リキちゃん赤青で純くんですよね。赤青で僕3番目ですね。そう赤青切る。テンポ崩さないでいこう。オッケーです。テンポ崩さないでいきます。はい、頼む。緊張感大事。赤アボカド、青アボカド、黄アボカド、赤アボカド、赤アボカド、青アボカド、黄アボカド、赤アボカド、青アボカド、黄アボカド、赤アボカド、青アボカド、黄バクボコ、赤アボカド、青アボカド、どう？黄アボカド、赤アボカド、青アボカド、キアボカ。俺ですか？はい。赤を切ろうぜ。うん。あ、青赤黄色か。うん。青。青ボカド、赤ボカド、キアボカ。青ボカド、青ボカド、赤ボカド、キアボカ。青ボカド、赤ボカド、キアボカ。黄色ボカ。ひどい。もう一回なんてない。本当に。いやこれはないわ。ちょっとフミヤに緊張感がなさすぎた。バコバコ。赤バコバコ。キアコバコ。青アボカド。赤アボカド。キアカバカボ。はい、これはフミ。言えない。フミヤ、腕立て10回行こう。とりあえず緊張感を持つためにね。行こう。青アボカド。わかりました。行ってきます。フミヤ実況します。はい、ガチよ。違うよ。一。赤アボカド。二。頑張れよ。おい。泣いてます。泣いてます。フミヤ泣いてます。一。二。待って待って、やってんの。ごめんごめん、5だね。5ね。うみや、はい、6 7 8 9 10。はい、戻っておいで。緊張感が足りなかったよね、うん、これ純くんも10回ですね。人、うん、見てた後ろで「いて」って言ってた。そうだな、やっぱこれ一番年上で発起人がやんないのはよくない。そうですね。俺今日ちなみに筋トレ行ってきたばっかっていうのやってたりとか。片道いい位置。皆さん第1話ご覧いただいて誠にありがとうございました。ありがとうございました。どうでした1話。1話、いや、やっぱね。おい、チンク今11回やってました。そうだよ、いつまで続くかなと思ってやってみてんだけど、こっちカメラ向いてないんだよ。ちょっと待って。緊張感が足りないね。アボカド、キバコバコ。言えないっすね、普通に言っても。青アボカド、赤アコバド。赤アボカド、青アボカド、キアボカド。赤アボカド、青アボカド、キバコバコ。赤アボカド、青アボカド、キアコバコ。どう？みんな緊張感足りてないって言ってない？誕生日祝ってるって言ってます。誕生日祝ってる、まあ、ちゃうのよ、今じゃないのよ。アボカドの話してる時に、すいません、先輩のだって一応横目で見てました。見てました。数えてました、しかもちゃんと。緊張感ないって言ってる。まあもうちょっと笑いすぎですよね、それにしては。緊張感ないに W8 個ぐらいです。やっぱ
今見てる3万人の方も緊張感がやっぱ足りないと僕正直思います。緊張感が、だからここでばっかやってんねん。ちょっとここでお題出してもらうよ。あ、そうですね。じゃあ皆さん緊張感のあるお題お願いします。ブラジル人のミラクルビラ配り。うん、ブラジル人のミラクルビラ配りはもう終わっちゃったからな。じゃあ1回ずつ増やして1回ずつやります。どういうこと？ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジルのビラ配り、1個も言ってない。言えたらブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。練習ってこと？ん？パトパトパトカタク、なんだそれ。カメムシ触れますか？なんだそれ。早口言葉かと思ったら違かった。パトカパトカタクシ、パトカトタクチ。右耳の2ミリ右にミニニギミギ、右耳の2ミリ右に右にギニキビ。できた。右耳の2ミリ右に右ミニミミってことでしょ。え？右ニギミミか。え、それやばくない？だって右耳の2ミリ右に右ミミギニがあるんですよ。結構やばくないですか？右ニギがあるんですよ。結構、いや、青アボカド赤アボカドとかありそうじゃん。ね、ブラジル人のミラクルビラクバリ。右耳の2ミリ右に耳ニキビはないです。いや、それはあります。だから右耳の2ミリ右にミニニキビでいいんじゃないですか。ああ、右耳の2ミリ右にミニニキビで、これ1回ずつ増やしていきましょう。いや、右耳のそうだね、1回ずつ増やそう。だから1周目は1回で、2周目2回で、3周目3回で、これはあのもう笑っちゃダメ。終わりね、普通に笑っちゃダメだよ。終わりっすね、笑ったもうちょっと右。右耳の2ミリ右に右耳の2ミリ右にミニニキビミニニキビができたと。どうしてんじゃん。どうする？高橋やれ。高橋の右耳2ミリ右にミニニキビ。緊張感持って、うん、じゃあ俺からいきます。いきます。右耳の2ミリ。はい、俺いや、言えないのはこれダメですか？笑うのがダメなのか。言えないよ。そうそうそう。あ、それで諦めないっていう心って結構大事だと思う。レモンとメロンとレミオロメン。おお。じゃあ右耳の2ミリ右に、はい、いきます。右耳の2ミリ右にミニニキビ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 。右耳のニキミギニキミニニ。右耳の2ミリ右にミニニキビ。右耳の2ミリ右にニミニキビ。ブーン。右耳の2ミリ右にミニニキビ。右耳のミニミニミニニキビ。右耳の2ミリ右にミニニキビ。耳にミニミのミキニニキニ。ミニニキビ。右耳の2ミリ右に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 ミニニキビ。何？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 なんか一人でやばかったよね。今のはなんすかじゃない。どう考えても海はなんかなんすかじゃない。え、今のはなんすかじゃない。違う違う、僕は今右耳の2ミリ右にミニニキビを早口ポドっぽく言ってて、右耳の2ミリ右にミニニキビって言った方がイエスだと思う。したらそれにしてもなんかみたいな、右の右にミニニキビ、わかりました、なってて、もう一回やらせてもらって、もう一回やらせてとかじゃないの。お題変えます。これ右耳の2ミリ右にミニニキビ。右耳の2ミリ右にミニニキビ。右耳の2ミリ横がちょうだい。ちょうだい。はい、お題はほらふみふみアウトって言ってるよ。そうっす。スーパーマリオゲームってあれじゃないですか。あ、あれだ、ね、ふうかさんが言ってたやつ、ね、俺そこにいなかったんだ。なんだっけ。緊張感持って、緊張感持って、スーパーマリオゲームやろう。あ、でも3人じゃ甘い。意味ない。何でしたっけ。忘れちゃったね。なんか、あとスーパーマリオ、スーパーマリオ。コインコインコインか。あ、そうそうそう。教えて。スーパーマリオ、スーパーマリオ、コインなんですよ。一周が。二、うんうん、周目はスーパーマリオ、スーパーマリオ、コインコインなんですよ。うん。
それ見せたら負けです。コインが増えてくる。コインが1個ずつ増えてきます。簡単じゃん。そんなと思うんじゃないですか、うん、やってみましょう。いや僕これ緊張感持つ、めちゃくちゃだし、あのこれは負けた人も負けだよ。はい、負けた人も負けってことは勝った人は勝った人ですかね。そうだね、負けた人もじゃなくて負けた人は負けですよね。 OK です。あ、ちょっと違うらしい。スーパーマリオ、スーパーマリオコインでした。すみません。でもさ、3人だと。そうだよね、そうしようだ。スーパーマリオ、待って、スーパーマリオコインでしょ。スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スーパーマリオコイン、あ、スーパーマリオ。ちょ、それでさ、一回ゆっくり練習してみて。 OK、じゃあ、もう一回行きますね。僕から行きますね。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スーパーマリオ。はい、え、マリです、そこマリかみたいなことです。あ、スピード上げていってみますか。うん、OK です。緊張感も。じゃあ、じゃんけん勝った人から最初から。じゃあ僕から。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、コイン。ごめんなさい、説明不足でした。コイン、コインです。コイン、コインじゃないです。コイン、コインです。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、コインです。コインは一人につきクリスタ取れません。あ、そういうことなの。はい、すいません。じゃあ次のゲームに。シーソン多いって言ってる人もいる。すっげー厳しいね。あー、あー、面白いっすね。いろんなコインがあるんだね。いろんな。はい、ジュン君スーパーマリオってまずコインでもなかったんだ。スーパーマリオ、スーパーマリオコインコインです。あ、あー、じゃあもう一回だけやってみて。 OK、 じゃあ、じゃあじゃんけん勝った人が最初グーチョキッポ。じゃあ僕から。すーね、ごめんね、ごめんですよ。緊張感持ってよ、ふみや。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スー、はい、はい。しかもリヒちゃんカメラ入ってなかったね。入ってなかった分でなしです。じゃあもうちょっと、ね、これもう一回いこう。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオコイン、スー、あ、2個か。すみません、やっぱこいつ画面見てるとダメだ。そうですね、こう、そうだね、こう、こう、こうしてないと。やっぱりリシちゃんパーしか出ないよ。絶頂期も出せますけどね。よし、次何やりますか。何やる、一回ね、うん、はあ、失礼します。ああ、今何で失礼しますか。あ、ジュン君の携帯だから。ああ、そういうこと。はい、今日は神回ですか。まあ、ほうれん草ゲームね。3人じゃほうれん草ゲームどうやってやるんですか。ほうれん草、ほうれん草って。でも2人だったら無理じゃない。そうです、無理なんです。モッツァレラゲームって何。モッツァレラゲームあれです、こんな時間にやると無理じゃないです。なんで声がでかくなっていくゲーム。どういうこと。モッツァレラゲーム、モッツァレラ大きくしていかなきゃいけないです。あー、ちょっと迷惑。いつもこんな感じだよね。そうっすね、マジで、うん、あ、山手線ゲームでもしてみます。普通に、あ、普通に一回やってみようよ。なんだっけ、普通の山手線します。じゃあ本当の山手線ゲーム。あ、いいよ。え、なんかあの、どこ、え、どっからでも始まるんでしょ。でもさ、不利な人とかいない。なんか東京出身じゃないですみたいな。じゃあ東京出身じゃないです。じゃあユリってことですね。いいっすよ、先輩なんで。ユリでもやるぜ。でも近いじゃん。はい、何県。やっぱ山梨。山梨なんだ。富士山じゃん。富士山近いです。埼玉じゃん。違う。じゃあ一回やってみようか。やってみよう。山手線俺から言うよ。はい、みんな不利だから。分かりました。山手線ゲーム、イエーイ。子孫から始まる、イエーイ。山手線の駅名のゲーム、イエーイ。秋葉原、渋谷、原宿、新宿、目白、菅野、田畑、池袋、品川、バーン、西日暮里、高輪ゲートウェイ、え、なんだっけ、あと、あ、恵比寿、鶯谷、目黒、神田、神田
原宿、原宿、高田馬場、新大久保、新大久保、大崎、山田ここですよね、負けは多分。なんでウグイス谷は山手線ではありません。マジで言ってんの、はい、え原宿もう言ったしね。いや、ウグイス谷山手線だよ。ウグイス谷はそう、そうなの。どこの話してんの、どこの隣。ウグイス谷って何。西日暮里の隣。へえ。巣鴨の隣ですか。巣鴨は大塚と駒込の間。ああ、分かんない。駒込もそっか、山手線か。じゃあまあフルーツとかにします。あ、料理名とかどうですか。俺ら料理のドラマやってるし、せっかくだから。あ、じゃあさ、だったらさ、フェルマーの料理にチナムルト、チナムルト、チナ、チナムルト、チナンデ、チナンデ、フェルマーの料理子孫から始まる、イエーイ。フェルマーの料理に出てきた誰かしらのセリフ。1話しか思ってなんか1話でいこう。1話、1話縛りね。それ2話だよってなったら OK です。1話、まあ、それ2話だよってなったら負けだし怒られます。確かに、はい、いきます。え、ちょ、ちょ、ちょ、一瞬、一瞬、ちょっと待って。一瞬、1話キャンペーン何万かそれ、美味しいか。俺にも同じの一つ作り直してください。何度。45度です。この、え、先生、さすがに負けですこの店で働いてるの全員欲しい全然違う、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 欲しかったな。あれね、俺のセリフね。あ、そうです、うん、惜しい。ここにいるスタッフ全員、店を出せば星を取れるばっか。そうそうそう、それそれ厳しいんだ、厳しいんだ。うちにはルールがある。それそれ、新人が甘くなよ。まあでもさ、リヒトがちょっと古いかもしれないです。確かに。だからまあ料理名やりましょう。じゃあそうだ、何でもありね。料理名何でもあり、無限ですもんね。やめましょう。無限だよ、それはやめましょう。無限の定理だよ、それは。フェルマーの定理みたいに、ピエールとフェルマー、彼が残したフェルマーの最終定理、その300年以上誰も証明することができなかった。フェルマーは真理の扉を開いてすぐから歴史を変えたんです。叩いてください、叩いてください。おやすみ。見てて飽きないね、店と地球に優しいねみたいなセリフ。確かにそれ違う、国はだ予告に使われてたやつ。国名はちょっとやめましょう。あ、国名にしよう。純くん強すぎるんでやめましょう。なんで知ってんの、なんで知ってんの。純くん強すぎるんで。あ、ピンポンポンやろうする。何するピンポンポン。なんだっけ、卓球リンク。じゃあここでできないだろ。ピン、なんでしたっけ。マリオみたいなやつ。ピンポンパンパン、ピンポンパン、イエーイ。どういうこと。そんな感じの時あるんだけど忘れちゃったな。ふみやくん、何年か前に戻ったみたい。タイムリープしてる。そんなセリフなんかにあったよね。キャベツ弾き叩き、ムキムキゲームです。ピンポンピンポンパン。ああ、そうだ、わかったわかった。誰かから始まってピンポンパンって回るんですよ、うん、でピンポンパンで、パンで刺すんだ誰か、うん、刺したらその人からピンが時計回りされるんですよ、また、うん、ピンポンパン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 。え、めちゃくちゃ簡単じゃない。違います、じゃあやってみよう。そこから始まる、イエーイ、ピンポンパンゲーム、イエーイ、ピン、時計回りでしょ。あ、時計回りでしょ。じゃあ逆時計にしよう。時計こっち側に見てます。そう、一応ね。そうです。じゃあ一応俺、うちの時計はそれで。そうか、じゃあそっちで行きましょう。せーの、ピンポンパン。あ、違います。え、パンで刺すの。あ、パンで刺す。そうそうそう、頼みました。もう一回行くよ。はいはい、ピンポンパン、ピンポンパン。はい、じゃあもう一回やって。いいですよ。ピンポンパンピン。あ、結構わからないって意外と難しいでしょ。意味わかるよ、ね、パンで、あ、パンで刺された人の両側が踊るから、そうだ、ピンポンパンはーだった気がする。本当に、あ、違いましたっけ。で、次、じゃあ誰からパンするの、ピンするの。ピンポンパン、え、次誰からピンするの。すいません、わかんないです。じゃあ、やめ、はい、リキちゃん見切れてるって、まあ、怖いときは、よし。あー、マジカルバナナね。
あ、いいよ、マジカルバナナやろ。一番わかりやすいですからね。フミヤから始まるマジカルバナナ。バナナと言ったら甘い。うん、甘いと言ったら和菓子。和菓子と言ったらホテイ。ホテイと言ったらねえ、ヨッシーの実家と和菓子のやつじゃん。ちょっと身内ネタ。そっかそっか、身内すぎますね。ごめん、もう一回やりましょう。でも一回やろう。うん、でも間違ってない、間違ってないです。なんで合ってます、マジカルとしては。マジカルは起きてました。マジカル人とミラクルビラ配り。黄色、あ、違う違う、バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン。うん、はい、レモンと言ったら酸っぱい。酸っぱいと言ったら梅干し。梅干しと言ったら赤い。赤いと言ったらバラ。バラと言ったら痛い。痛いと言ったら注射。注射と言ったら怖い。怖いと言ったらお化け。お化けと言ったら白い。白いと言ったら豆腐。豆腐と言ったら麻婆豆腐。麻婆豆腐と言ったら辛い。辛いと言ったら唐辛子。唐辛子を言ったら、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、審議、はい、はい、豆腐と言ったら麻婆豆腐ってあり。え、ちょっとなしだな。そうなんですか。なしでしょ。そうバナナと言ったらバナナケーキみたいなもんだよ、だってそれ。ああ、でも違いますか。バナナと言ったらバナナ。でそれ言ったらじゃあ、じゃあバナナって言われたら何を浮かべます。バナナを浮かべた後にバナナケーキは出てこないです。でも豆腐って言われたら、あ、まあ麻婆豆腐とか使うからね、それ以外の豆腐の料理ってなんですか。なんで料理の。いや、そう、そうだね。豆腐と言ったら豆腐と言ったら麻婆豆腐ってあり。なしです。言っちゃってんじゃん。どうしたの急に。いい自ら上がった魚が。ひどいよ君。君。え、じゃあスピードアップしますか。マジカルバナナ。はい、てかマジカルバナナってさ、面白いっす。久々にやったけど結構むずくない？うん、むずいっす。頭の回転が速くなります。ね。じゃあやりますよ。いいよ。ね、こっち来ねえ。一回ここやらせて。なんで？二人を見たい。え、何？フミヤ、リヒと俺。そうです。いきます。マジカルバナナー。ウェイ。ウェイ。バナナと言ったら白い。白い。はいはいはい。中の話しちゃった。向いた後の話しちゃいました。ごめんなさい。やめます。やめます。ずっと僕かな、ね、怖いんだけど、急にそっち見ないで。え、何もいないのにさ、なんか誰か来たみたいな顔で見てたよね。ごめんなさい。うん、せーの。バナナと言ったら甘い。甘いと言ったらケーキ。ケーキと言ったらショートケーキ。ショートケーキと言ったらイチゴ。イチゴと言ったらツーブ。ツーブと言ったらあんこ。あんこと言ったらまんじゅう。まんじゅうと言ったら丸い。丸いと言ったら時計。時計と言ったら時間。時間と言ったら早い。早いと言ったら新幹線。新幹線と言ったら品川。品川と言ったら品川。まあこれは OK です。いや、OK だね。品川と言ったら出てこなかったってこと。品川発着って話の話でしょ。はい。品川って言われたの。品川。品川と言ったらだからプリンスホテル。ああ、もう今同じこと言いました、うん、プリンスホテルと言ったら駅近。駅近と言ったら危ねえ。危ないこと言うなよ。はい、すいません。駅ごいごい大丈夫ですか皆さん。なんか品川と言ったら山手線だろ。あ、ほら見て見て、うん、ショートケーキが9、まずアウト。ショートケーキ、いや、まあ、甘いと言ったらショートケーキが、あ、ケーキと言ったらショートケーキが。確かに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 。マホログシステムだ。なんでそっち側に入れんの。ごめん。びっくりした。ごめんごめんごめん。マホシステムだ。早すぎて。あとショートケーキと言ったらイチゴっていうのも結構危なかったけど。そこでやっぱ揺すってくっていう。ああ、イントネーション。イチゴかなみたいな。ああ。そこは。え、もう一回やりましょうよ。いいよ。結構早めにね、スピードアップも。ね、ジュン君アウトって言われてんだけど、俺アウトだ。だってショートケーキって言っても。何がケーキと言ったらショートケーキ。トフト言ったら麻婆豆腐。よりひどいかもしれない、下手したら。だってチーズケーキとか出てくるしさ。あ、それ今リヒちゃんが言ったのかと思ってた。俺が言ったの。そうですよ。そっかそっか。だからそんな私が言ったしかに。やばい。え、いきますよ。バナナトントンぐらいでいきましょう。
じゃあバナナと言ったら、ね、バナナと言ったら黄色始まってんのくらいでいこう。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら負けです。確かに。じゃあバナナ、バナナ、じゃあマジカルリンゴにしましょう。マジカルリンゴ、リンゴと言ったら赤い、赤いと言ったらイチゴ、イチゴと言ったらいっぱい。はい、ブルブルです。はい、ありがとうございます。これはもう僕たちか、ね、イチゴと言ったらじゃあ何、イチゴと言ったら粒です。それもそれも真偽だよ。ちなみに粒、粒、粒、真偽だよね、うん、これ。イチゴと言ったら粒じゃないでしょ。種です、しかもあれ、あれ粒じゃない、粒じゃん、種です。いや、イチゴと言ったらだよね。イチゴと言ったらだよ、甘いだよ。リヒちゃんと言ったら毛みたいなもんだよ。そうなって、リヒちゃんと言ったら白いみたいなね。そう、まあ、それはまだ分かる。それは違う、それは違う。リヒちゃんと言ったら毛みたいなもんだよ。リヒちゃんと言ったらチョキ出せないみたいな。違う違う、リヒちゃんと言ったら毛ですね。だってイチゴと言ったらツーブって言ったらツーと言ったらあんこもまあまあなんかよくわかんない。いや、わかるだろ、ツーって言ったらあつぶあんだろ、海は。いや、それじゃつぶあん、じゃあ、じゃあつぶと言ったら何、つぶと言ったらゴーマです。確かに。いや、よっしゃ、このスペア、じゃあ、じゅんくんから、マジカルなんでもいいです。はい、じゃあマジカルパッションフルーツ、じゃあマジカルサングラスでいくわ。オッケー、ちょっとサングラス取って。なんで。いきます。はい、マジカルサングラス、サングラスと言ったらジュンくん、ジュンくんと言ったら金髪、金髪と言ったら負けです。ダメだ、頭回ってない。リタリするか。お、リキちゃん腕立てできんの。じゃあジュンくん2人で ハイスピードマジカルバナナいきましょう。ハイスピード、ワン、ツー、スリー、フォー。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったら梅干し、梅干しと言ったらさっきと一緒だね。それやめときましょう。最初にスタート変えましょう。マジ、マジカルシャイマスカット、シャイマスカット言ったらパリパリ、パリパリと言ったら枝。これスピード上げるとめっちゃむずい。めっちゃむずいよ、2人だから。すまんよ、3人だこの。シャインマスカットってお題先週にさ、はい、人に言わないのずるくない。あ、そうですね。じゃあシャインマスカット、はい、シャインマスカットと言ったらパリパリ。リヒちゃん、リヒちゃん映ってない。リヒちゃんおいで。パリパリなのあれ。いや、パリパリでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、シャインマスカットパリパリって初めて聞いたんだよ、うん、パリッとしてんじゃん、皮。うん、パリパリです。いや、それ無理ない。え、じゃあ何ですか、シャインマスカットって言ったら緑とかみずみずしいとか。パリパリな。ほぼシャインマスカットと言ったら何なの。いや、シャインマスカットやましょう。じゃあほらほら、パリパリってなってるよ、ほら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 。うん、皮がパリパリ、確かに、うん、パリパリと言ったら揚げ餃子。このまま朝を迎えないです、大丈夫。パリパリと言ったら揚げ餃子みたいなこと。パリパリって何、パリパリ皮ですかね。じゃあ、じゃあリヒトから何でもいい。フルーツだ、もう料理でもいい。リヒちゃんとフミヤで高速で本気でやってみる。いいっすよ。リヒト、いやいや、ちょっと待って、そこ狭くない、リヒちゃん。大丈夫です。俺審査員やるわ。審査員の大丈夫ですね。マジカル審査員、マジカル審査員、マジカル、マジカル審査員、マジカル審査員。いくよ、俺から行く、マジカル審査員。フミヤから始まる、イエーイ、マジカル審査員、イエーイ。審査員と言ったらキングオブコント、キングオブコントと言ったら赤い。いや、合ってるよ、笑ってない、全然赤い。赤いと言ったらリンゴ、リンゴと言ったらシャキシャキ、シャキシャキと言ったらシャキシャキ、パリパリと一緒やん。いや、一緒だな。シャキシャキ、リンゴはシャキシャキしてる。そうか、じゃあ一回流します。それはまあ流し、はい。シャキシャキと言ったらもやし、もやしと言ったら長い、長いと言ったらアスパラ、アスパラと言ったら緑、緑と言ったらアボカド、アボカドと言ったら種、種と言ったらイチゴ、イチゴと言ったら甘い、甘いと言ったら紫。ひどすぎ。ごめんごめんごめん。しかもリヒちゃんのツーブってもう言ってたからな。もう言ってないように見えた。ツー甘い。ツー甘い。はあ。いやー、すごいっすよ。ずっと見てる。これ流れてるんでしょ。だからってことは、日本で3万人はマジカルバナナ好きな人が3万人もいるんだね。マジカルバナナが好きか。なんかさ、修学旅行みたいな。確かに。僕ら今日ここ泊まって、なんか明日校外学習するんですかね。そういう感じの雰囲気で、ね、あ、あれやります。あれじゃわかんない。ちょっとあのチッチンのうち違います。あの風花さんが激推ししてるゲーム。何です
あのドスコイって言ってたドスコイゲームっていうのなんだっけあれ。いやこれめちゃくちゃルール覚えてるんで、こう3人がこうリスト持ってるで3人がねこうやる、ちょっとこう引けばいい。あーあれだあれだ、ちょっと引いていいです。いいよ、文字数横にならない、こうやってやって、じゃあ僕から始まるとしたら、一斉のかって言ってみんな好きなんです。一斉のか4じゃないですか、そしたらかから始まる4文字を最初に言って、例えばカステラドスコイって言って1個引くんですよ。これが2個のブラッド。ドスコイって必要なの？いらないです。これはフーカさんが絶対言わないから。これはフーカさんに俺も言ったんですよ、そのドスコイって言わなくてもいいですか、あ、ダメ、それがゲームだからって。なし。これなんていうゲームなの？ドスコイ。どこがドスコイの要素なの？じゃあ、言うやろ。じゃあ、なんかそれでドスコイじゃないの感じでしょ。指がなくなったら勝ちなの？勝ちです。じゃあ、リストがいい。2ん？一斉の。え、一斉のって言ってそうだよ、ドスコイ2っていうらしいじゃない。じゃあ、フーカさん今ドスコイ連れていこう。何がドスコイだ、ドスコイ3、サトキビ、ドスコイです。どうでしょう。ドスコイ、あ、アイス、あかり、ドスコイ、あかりライト、そうだよ。どうぞ、2人、僕の勝ちです。ドスコイ、イ、イチゴ、ドスコイ、ドスコイ、球団に勝てないらしい。ドスコイ、お母さんが言ってた。ドスコイ大事。ドスコイ、あ、ダメ、違う。ドスコイ、あ、アリ、ドスコイ。なるほどね、そういうパターンもありますよね、うん。ドスコイ、目、目、ドスコイ、ドスコイ。いやいや、ちょっとおもろくないですか。ちょっとね、でも人数いた方が。じゃあこれにします。あ、いいよ、小指まで。うん、これマックス。じゃあ4回やんないとクリアできないんだから。マックス12。いいよ、1個なくなって。ドスコじゃなくて、なんか違うんだ。あ、じゃあさ、よく一緒。わかった、わかった。なんか、あの、アルファベットにしない。例えば、ドスコ T。 うん、そしたら、他行の、今これ6文字、6T だから、例えば、炭酸水みたいな。あ、そうアルファベットにしよう。オッケーっす。じゃあ、負けた俺からいくわ。オッケーっす。ドスコイ M。 マリモッコリドスコイ。ウェーイ、ウェーイ。俺ですね、ドスコイ L。 ルリドスコイ。あ、ちょっと待って、これさ1本だけです、抜いてやる。こういうことです。次行こうです、マックス4本ある。俺あと3本。あ、そうだ、あと3本。そうだ、どこ抜いてもいいけど。3本、ドスコイ、サ、サ。じゃあ今1本増えたね。うん、そう、今これ1本増えた。また1本やりました。うん、okay、ドスコイ、M。マメシバ、ドスコイ。ウェイ。ドスコイ、Z。ザハトルテよ、ドスコイ。ザハトルテ、ザハトルテってあるよね。はい、ケイジ今日さ、あ、すみません、完全に置いてって。よし、いいっす。いいっしょ、俺か。うん、ドスコイ S。 シソ、ドスコイ。ドスコイです。イエーイ、オッケー。4対4でしょ、今。そうか、4対4。J。 ジャズ、違うか。地味、すごいね。すごい、うん、いいよ。どうぞ。え、言って俺か。ドスコイ M。 マトヒヒ、ドスコイ。弱すぎ、ヒヒ。俺ね、ドスコイ R。 ゼロ、ドスコイ。いや、なし。ドスコイ R。 リス、ドスコイ。あ、ごめん。ドスコイ F。ファミレス、
正解。どすこい。えぐみあと何指？四指です。三指や三指。やばい。えりきさん一でじゃん。どすこい M。マリモ。マリ。どすこい。負けす。終わりです。負け。どすこい。ふかさんに言っときますよ、よく。うん。はい。どうせ明日やるんだろう。そのどすこいのやつ。なんかアルファベットの私が勝てなかったんですけど、これどういう現象ですか。なんか頭が回ってない現象だった。そうですね。もう1時間やってますよ、俺ら。やばいね。そろそろ寝ないと。そろそろですね。じゃあ、さよならの合図しよう。ちょっとどうぞ。というわけで、はい、第1話。第1話。放送前、放送後。はい。インスタライブ、ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。はい。引き続きね、リヒちゃんも2話からたくさん出てくるしね。はい。皆さん。引き続き見てください。僕らは必死に毎日頑張ってますが、皆さんは軽い気持ちで見てください。はい。それでは、ではありがとう。切らないよ。ちょっと待って、絶対切らないから、リヒちゃん。え、切らない。切らないよ、それ当たり前じゃん。そんなさ、ね、1時間やりました、終わりなわけないじゃん。マジカルバナナ、切らないけど、バナナと言ったら甘い、甘いと言ったらリンゴ、リンゴと言ったら赤い、赤いと言ったらサクランボ、サクランボと言ったら二つ、二つと言ったら目、はい、長くないですか、ちょっと。いやだから終わらないって、まだ。そうです、全然終わらないよ。今からマジカルバナナあと30回やるんだから。そう、マジカルで終わらないって。せーの、マジカル、じゃあ俺が行く、マジカル、せーの、マジカル枝豆、枝豆って言ったら緑と言ったら